はい、どうもゆうたです。本日はですね、0円でできる最強の軽量化というのをちょっとご紹介します。はい、まあ室内にあるとあるものなんですけど、まあ、大体皆さんついてると思うんですけど、まあ、ついてない方ももちろんいらっしゃるんで、まあ、大体ついてると思うんで、ちょっとそちらを取るだけなんで0円です。はい、取っていきたいと思います。はい、ということで今回は、こちらのナビ取っていきたいと思います。ナビの取り外し方はまあ皆さん知ってる方多いと思うんですけど、まあ、知らない方もいると思うんで、ちょっと取り外し方法です。で、結構ここからなんだっけ、パネル剥がしとか入れる人いると思うんですけど、まあそれでもいいんですけど、僕は両面テープとか何でもガムテープでもいいんですけど、こういうのを使ってあげて外します。あ、切れちゃった。切れるね、今日。くっそ、もうちょい長くしないとダメだ。これが悪いわ、多分。ほら、こういう感じで取れるんですよ。見えたかな、こういう感じでね。ほら、そうするとどこもまあ傷めないというね、感じでございます。はい、で、カプラーありますんで、ハザードのカプラーと、久々にインパネなんか外したな。あ、見えない。よし、取れた。で、あとはナビを取っていきます。で、ナビの方ですけど、マックガードがね、盗難防止のマックガードがついてるんで、多分ディーラーさんでね、最初オプションで勝手につけられたのか、サービスでつけてもらってんのか知らないけど、マックガードが最初からついてるんで、そちらで取っていきます。こういうね、マックガードの盗難防止が、こういうやつ。あ、よし、取れた。で、下は10ミリで止まってるんで、ナビって何キロなんだろうな。ちょっとね、体重計ってか測りがないから、何キロの軽量化になるかちょっとわからないんだけど、アースが3本あるな。ちょっとね、わかんないんだけど、どんぐらいの軽量化になるか。結構軽くなると思うんだよね。やっちゃってるよね、完全に。あ、よかった。うわ、どんがらっていいね。どんがらっていいね。で、外していきます。
これはデフィだね、多分デフィのがついてる。ああで配線がすごいある。爪が入んないからよ、取れねえんだよ。ああ、よし、よし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 、写した方が良かったか、これこんな感じなんすよね。シリアルナンバーとか見えちゃってるけど、まあそれはいいか。よいしょ。このカプラ強えな。よし。で、これがアースだな。なんだこのアース。うわー、プラスドライバーかよ。持ってねえよ、今取りに行ってこなきゃやべえな。あ、くそ。よいしょ。よし。これもアースだな。何のアースだよ、これ。よし。取れました。で、どれを取ればいいんだかな。これはまず取るよね。このこれは何、これなんの、これはこれごと取っちゃっていいの、これは何、どれがどれだかわかんないじゃん、これ。ああ、もうひどいね、ひどいね。どれがどれだ？ああ、もうわかんなくなっちゃう。え？ ACC、AC、AC、AC。とりあえず抜こうか。GND。とりあえず抜こうか。お、取れる。取れる、取れる。おう。で、どこまで取っていいの、これ。この何、フランス国旗みたいな色は。どなたですか。ええー、どっから取っていいの、これは何なの、これは。これはどっから来てんの。これもでも、ここにカプラがあるんだよね。これごと取っちゃっていいのかな。これごと取っちゃうのかな。で、これだよね。お前は邪魔や。お前は邪魔や。これが、ああ、なんか嫌気がさしてきた。頭痛いよ、もうこんなの。いやだやだ。これを取らなあかんねんな。これをな、あ、これ取れるやん。これどっから取れるんや、これ。こっちに束になってるな、これ。これアンテナっぽいよね。こいつを取っていきます。ででん、これ USB。これあのナビから直接この USB で iPhone とかつなげられるやつ。これすごい便利なやつですね、このコード。これもう売れそうだな。いらねえんだよ、これ。で、次にこの、これだよね。この4枚の、これどこにつながってんの、これ。この4本のやつ。
なんかすげえ向こうの方に繋がってんだけど、向こうのこれ、これあの中に。でそしたらこれ、これなんですけど、ここにあって、今ここちょっと分解したんですけど、多分この太い配線に細ってこうピーッと一緒に多分通ってるっぽいんで、これかな、これがこう来てこういう感じで上に来てるんで、これが多分アンテナです。あと一個だけ配線があって、これ ETC とナビ連動のやつで、これですね、これ、これを外して終わりになります。今ね ETC の連動のケーブルを取り終わったので、こちらね、これでもう全部取れました。こんだけの軽量感になりますね。はい、一応ねこんだけ軽量感になりました。ちょっとねあれどうにかして重さ測りたいんですけど、ちょっとわかんないんで、そこはちょっともし測れたらテロップで何キロだったか入れようかなと思います。そこね、なんか戻して箱を入れるか、もしくはちょっとサーキットのデジスパイスの時のタイムミルスマホホルダーにしようかなとちょっと考えてます。いろいろてな感じで、ちょっとね雑な動画にはなりましたが、こんな感じで以上になります。これつけてから撮ってなかったのでこんな感じです。何もないです。ここになんかボックス買って、あとはまあちょっとホルダーをつけるかどうかって感じですね。はい。